ガストの半額祭がやばいことになっている。絶対行った方がいいと聞き、やってきました。見にくくてすみませんが、概要はこんな感じ。卓上にあるタッチパネルで注文していきます。おじさん一人。ここがスタート画面ですね。クーポン番号から選ぶを選択。先ほどのチラシに書いてあった番号を入力していきます。とりあえずビール。OK。注文かごに入れる。ほうれん草ベーコン。注文かごに入れる。若鶏の唐揚げ。注文かごに入れる。注文かごを見る。これだけ頼んで税込み575円。お水は無料。おじさんがビールを飲む。この日は最高気温36度。そりゃビールがうまいわ。食べるものがまだ来てないのに、ガンガンビール飲みまくり。一杯飲んじゃったよ。料理は猫型ロボットが運んできてくれます。料理を取ると厨房へ帰っていきます。なぜ頭にスイカが？ほうれん草ベーコンと若鶏の唐揚げ。血糖値の急激な上昇を少しでも防ぐため、まずは野菜からいただきます。あ、ビール一杯飲み干してた。ダメじゃん。最後少し皿にこびりついたのが取れない。レモンを絞っていただきます。唐揚げをむさぼるおっさん。最近はほとんど食べていませんでしたが、唐揚げ大好きなんですよね。ひたすら唐揚げを食うおっさん。ラーメンのチャンネルなので一応冷麺も注文。これは半額にならず。豆板醤とお酢がついてきました。キッズメニューに半額ラーメンがあったけど、それ頼んだら顰蹙海藻。お酢をかけていただきます。山芋やオクラ入り、夏バテ防止に効果があります。麺が冷たくてよく締まっているので、夏にはぴったりですね。盛岡で食べた冷麺や韓国で食べた冷麺も麺が固めの仕上がりでしたね。一心不乱に冷麺を食べるおっさん。オクラも最後の一つまで食べきります。ネットでガスト半額祭りで検索するとこんな表も載ってます。核ハイボール。濃いめも選択可能。一杯175円。若鶏のグリルガーリックソース、税込み200円。山盛りポテトフライ、税込み225円。注文カゴに入れて注文。家ではハイボールは飲まないけど、安いし飲んでみる。ポテトの量めちゃめちゃ多いんだけど、一人で頼む量じゃないな。マヨネーズとケチャップがついてきました。ガーリックソースが食欲をそそります。
箸でポテトを食べるおじさん。途中で面倒くさくなり、手に切り替える。残ったガーリックソースにポテトをつけていただきます。なかなか減らないな。マックの L サイズのポテト2個以上分くらいあるのでは。そこそこお腹いっぱいだけど食べ続けるおじさん。卓上のタブレットで流れていた決済方法。現金での決済は友人のレジらしい。しっかりと見入るおじさん。これでもう完璧ですね。え、まだ飲むの？マルゲリータピザも頼んでるし、これもポテト同様、一人で食べるサイズじゃない。結構分厚いです。チーズとバジルがたっぷり。普通の人だったらこれ一枚でお腹いっぱいになるはず。本日食べたものをまとめると、ほうれん草ベーコン250円が125円。アサヒスーパードライ550円が275円。若鶏の唐揚げ350円が175円。角ハイボール350円が175円。山盛りポテトフライ450円が225円。冷麺は割引なしで750円。若鶏のグリルガーリックソース400円が200円。マルゲリータピザ750円が375円。合計1825円得しました。冷麺は食べなくてもよかったかな。でもそうするとラーメンチャンネルではなくなってしまうし、これってハイボール3杯くらい飲んでつまみを3品くらい食べても1000円以内に収まりそう。1000ベロの世界なのです。現在のところ7月いっぱいまでの予定、行く前に調べてみてください。さすがに今回は食べ過ぎた。ピザとポテトが半端ない破壊力、決して真似しないでください。今度は食べる量を減らして、期間中にまた行ってみよう。